続いて薬師寺安江が訪れたのは豊田市上郷町にあるこちらのショップです。さあ、今日はですね、愛知県は上郷町にあるおなじみエアリアルさんにやってまいりましたね。昨日までの雨もすっかり上がりまして、私の行いがいいとしか思いませんね。そしてこれはね、隠れなくてもいいよ隠れなくてもいいよ、そう、掃除 してるふりもしなくてもいいし、いいですか、いらないですか、ね、そして、こちら、フォルクスワーゲン何年型になりますかね。2013年のザ・ビートルですね。ザ・ビートル、はい、で、まあ、珍しい左ハンドルのオープンカーそうですということですね、はい、いよいよ売りに出てる特製車ということで、はい、これはちょっと紹介したんですけど、ホイールとタイヤと車庫帳が入ってる、はい、ホイールは19インチ、19インチでロティフォームの INDT、うん、ツイストになってる、ちょっと今までと違うパターンの。ツイストってどうなの。うにゅってなってます。こうやって座って買ってみたらうにゅってな。意味があるか、回転したらドゥルルってなります。ドゥルルドゥルあれ効果も多いしあ、綺麗ですね、なんかね、はい、じゃあちょっとお邪魔して、よし、ちょっとエンジンなんざかけてもいいですかね。どうぞどうぞ。はい、はい、で、屋根オープンっていうのはどこでオープンするの、これ知ってる、うん、これあ、一旦後ろの窓が開いて、はい、あ、フロー、あ、これ電動なわけですね。もうめっちゃ早いんです。あ、シュッと、おお、もう10秒かからんぐらいで、あ、そうですね、ピーンって言ったら OK なんだ。そうです、 OK です。いいね、これ、はい、お値段の方はいくらなんでしょうか。プライスもう出てるんですか。うん、込み込みで乗り出し、うん、まあ、愛知県内に限らせてもらうんですけど、愛知県内の方で、はい、385でお願いします。385万。そうです、県外の方はちょっとだけ、うん、もうちょっと消費をください。あーですね、まあ、それはちょっと要相談ということですね、はい、そうですね。そして女の子供も、うん、女の子でもかっこよくビートル乗れるんですよ、というもう一台。そうなんですよ、はい、というのがこちら、はい、おお、これはエアリーさんのお客さん、はい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 、いっぱい踏んできましたね、はい、女の子がいいかなと。ああ、はいはい、ここのお客さんで紹介した子で女の子しかいないんじゃない、今の子。男の子より女の子の方がいいですね。ねえ、いいですね、まあはい、パッと開けてね、黄色と黒のね、カロマットもこだわってますね。ご職業は何なんでしょう。職業、はい、歯科衛生士です。歯医者さん、はい、今日はお休みで。今日は休みです。あ、どうしてまたビートルなんでしょうか。悪い車が好きなので。あ、丸い車が、はい、これに決めてました。また始まりましたね、全然こっち見ないまたです、またです、違う違う違う、またですね、違う違う違う、ゲスト、ゲスト、スタッフさんこうなるんですよね、え、こうそうです、そうです、うん、車もうどうしてもこの形が好きで、これ乗りたいって買った瞬間にバン火がついちゃったんですでカスタムが止まらなくなってくるんですよ、はい、足回りホイールやって、そう、シーホイール塗ったり、はい、ね、なんかオーディオもやってあるということで、はい、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。後ろから、はい、後ろから、はい、はい、これは、はい、開くんですか。これ、はい、開けます、ね、あー、ウーハーがついて、はい、ウーハーとアンプが乗ってます、はい、マッキュリーです。これ、これ私が書いた、これ私が書いた、あ、そう、はい、書いてもらいました。そういう絵心があるの。上手です上手じゃない、上手じゃなかったら書かない方がいいよ。あの、上手って言ってください。あ、まあね、まあ、あれですね、このスピーカーも、まあ、中もやってありますね。ね、そうですね、はい、いいえ、ガーンと鳴らしてください。まあ、いいとこだったんだよ、ね、はい、というね、彼女でしたが、歯科衛生士ということでね、はいはい、今彼氏はいるんですか。今いないですどんな方がタイプですか。タイプは車好きな方です。おー、坊主で、坊主、坊主、坊主ですか。坊主の人ですね。この前まで坊主でした、4月3日ドイツ車が好きです。持ってない。ベンツ、BM、ベンツ、BM、アウディ。税にかかんな、こいつ税にかかりやがんな。身長はどれくらい。身長、そんな聞きますか。答え
ないじゃん。車の中とかじゃなくて聞きますそんな。絵で押さえといて。最近フロントバンパーを買いまして、はい、これバンパーが社外品なの？純正なんですけども、はい、どっちがもね、限定車にしかないないバンパーなの？バンパーです。こっから下？そうです。アルラインフロントバンパーです。お金も結構かかってますね、カスタム費用もね。はい、給料結構積み込んでんだ。はい、追いかけられても知りませんよ。はい、かっこいいと思います。ありがとうございます、ね、いつもあの可愛らしい呼んでくれてありがとうございます。いいえ、どういたしまして。今日はありがとうございました。ありがとうございました。左ハンドルのビートルもカスタマイズされたビートルもとてもスタイリッシュで可愛くおしゃれな車でした。